18対0。俺まだ、でもあれだよ、俺が操作してた時はまだ2点しか決められてないから。うん。こんなに違うものなのか。何言ってるんだこいつ。なんてことない。ただのシュートだぜ。クソ。デスゾーン開始。デスゾーンをまともに受けて立ち上がれるやつなんているわけない。おいおい、どうなってんだ。使い物になりそうなやつなんて一人も見当たらないぞ。やっぱり無駄足だったんじゃないっすか。ちょっと待て、ちょっと周りの観客が遠藤コールすごくないか。どんだけ遠藤モテてるんだよ。何もできないまま0対20というスコアで俺たちは前半を終えてしまった。でもこの時俺の頭の中にはあの大輔のスゴ技特訓ノートの言葉がずっと響いていた。その言葉の本当の意味が今にもわかるような気がして。やっぱり無茶だったんすよ。あのまま隠れていればよかった。もうその必要もなくなるさ。これで敗部は決定なんだからな。クソ、こいつエマルかっけえな。やっぱ大変よ、メガネ君がいなくなっちゃったの。なんでやんすって。はあはあ、あんな化け物みたいなやつらと試合なんてもう耐えられない。だから僕は嫌だって言ったんだ。皆さん来ました、我がライモン中エースストライカー。ゆうか、お兄ちゃんにもう一度だけチャンスをくれないか。もうどうしたらいいでやんすか。ただでさえ20点差なのに10人で戦うなんてもう負けたようなもんですよ。キャプテン黙ってないでなんとか言ってくださいでやんす。うん、どうしたです、どうしたんです。遠藤さん、絶対シュート止める技その1。何言ってるんです、とうとうおかしくなっちゃったんですか。感じるぞ、今ならできるんだ。大輔のスゴ技特訓ノートにあったあの技が。遠藤さん、こんな時に何言ってるんですか。よし行くぞ、後半だ。ちょっと待ってくださいって。まったくめげない人でやんすね。おや、なんだか正門の方が騒がしいでやんす。ん、まさか英国学園さすがだな。ついに高円寺がやってきた。そしてここから俺たちの奇跡の戦いが始まったんだ。奇跡の戦い言ってくれるね。タッチペンを出す。遠藤、あいつ一体何者なんだ。サッカーできるでやんすか。あいつならやってくれるはずだ。おい、キド、例のやつが出てきたぜ。ようやく来たか、噂のストライカー高円寺。そんなすごい選手なのか。高円寺、俺が必ずお前にパスを出す。あの時のシュートをもう一度見せてくれ。期待しないで待ってるぜ、熱血キャプテンさんよ。ふん、実力もわからない新入りに何をさせるつもりだ。大丈夫だ、まずは1点、そこ全てはそこから始まる。